直情的に動いてすみません。酒の力か小林の兄貴にしては珍しいことを言った。しかしその時、その通りだ、お前は反省しろ。で、罠か。お前は忙しいのか。刀を磨くことで精神を清める時間を考えると常に修練しております。よくわかった。おやっさんの今日の星占い1位でした。そうか。海外の武者は大変だったか。いえ、一切ぶれず矢部を貫いただけです。よくわかった。青山、よく帰ってきた。ご苦労だったな。マジで苦労しました。おやっさん、なんてことするんですか。すまん。姉さんのハンバーグうめえ。最近寒いんで温泉でも行きたいですね、あなた。なるほど、温泉か。このアモーキジを舐めるんじゃねえぞ。前に親さんを人格者と言ったが、怒らせちまえばやはりそこは極道だ。親の不況を買えば簡単に消えちまう。軽いな、極道の命は。